お前たちの実力は認めよう。名のある魔物討伐の遠征を3度も成功させたのだからな。だが問題は人数だ。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。そして持っているクリスタルの色、輝きも違う。確かに。でも大臣、重要なのは予言通りの戦士が現れることでしょうか。現実にカオスを倒すことではないのですか。私たちには閣下がそこまで慎重になる理由が分かりません。フロスイ将の戦士たちよ、一つ教えてほしい。なぜそれほどまでに危険に挑もうとするのだ。何がお前たちを突き動かしている。ここに思いがあるんだ。カオスを倒したい。倒さねばならぬ。希望や夢ではない。飢えや渇きと似た感覚だと思ってくれ。ほう。苦しくてしょうがない。いいだろう。大臣、神殿の鍵を用意しなさい。はジャック、アッシュ、ジェド、君たちにコーネリアの未来を託そう。頼むぞ。鍵は明朝を渡すことにしよう。じっくり遠征の準備を整えて町の門で待ちなさい。お前たちはこれまでの戦士とは何かが違う。期待しているぞ。ジャック様、アッシュ様、ジェド様、どうかこのコーネリアの民を救ってください。皆さんにクリスタルの祝福がありますように。荒々しいお顔だこと、戦場では必要なのでしょうね。でも娘たちの前ではにこやかにしてくださいな。確かセーラ姫だったか。人気だな。混沌の荒野に咲く一輪の花って感じ。ジャック、愛想よくしてくれ。そうね。ジャック様、また傷が増えましたね。すぐ治りますよ。ジャックはいい薬を持ってますからね。それはいいですね。あ、そうだ、そんないいお薬なら城の兵たちにも分けていただけますか。からかいましたね。我々に何かご用ですか。はい、いよいよカオス討伐に向かうと聞いて、お願いするなら今しかないと思ったのです。お、2つあります。欲張りですね。カオス討伐に向かったまま戻らないお方を探してほしいんです。名はガーランド様とおっしゃいます。姫、私たちには人探しをする時間はありません。もちろんです。ただ気に留めていただいて、何かの折に。ガーランド氏の特徴は？いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。でも声はとても優しくて、とても大きなお方です。いつ旅立ったのですか。はい、それは10年前のような、昨日のような。誰も信じてくださいません。父も大臣もガ
度という騎士はいないとおっしゃいます。セーラ様、わかりました。ガーランドのことは心に留めておきましょう。ありがとうございます。ジャック様、皆さん、もう一つ、どうか無事にお戻りください。皆さんにクリスタルの祝福がありますように。今水晶が共鳴した。ああ、確かに。面倒は避けたい、忘れよう。さて、出発は明朝、宿で休むぞ。お、ジャックの旦那、すっかり噂だぜ。明日神殿に行くんだってな。だったらうちに泊まっていくだろう。ああ。ささ、どうぞどうぞ。戦士の旅立ちはすぐに噂になる。お前たちの失敗は王の評判を落とす。心に留めてくれ。カオス神殿は町を出て北西の方角だ。クリスタルの祝福を。